の、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、私たちユーラシア映画祭の、はい、代表の増山です、はい、加藤です、国際担当の加藤さん、はい、今日はこちら素晴らしい、はい、場所に、来ております。はい、はいはい、こちらは結城座さんという、はい、あの日本 の、 あの古い江戸時代からの、はいはいはい、あの人形の、はい、人形劇の、はい、劇団といいますか、はいはい、こちらはどういった団体なんですか。東京都の無形文化財と国の記録選択無形民俗文化財というのに指定されている人形芝居の団体で、こちらにあるような代表的な古典の人形なんですが、380年前から続いている、人形芝居の劇団です。で、今日はその稽古場に、映画祭の方々に見学にしに来ていただいています。はい、こちらは澤田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい素晴らしい精巧なお人形が、こちらは古典の作品なんですか。そうですね、古典の名木仙台萩の正岡というのと、そちら女性ですね。あとこちらのこの、2人が綱館という、江戸時代に作られたお芝居なんですが、日本の平安時代の武将を、武将と鬼ですねが、題材となった物語です。まずこの糸の辺とかすごいですよね。ああね、そのこの糸ね、今木綿の糸使ってるんですが、昔は絹糸だったんだそうです。で、木綿の八番糸っていうのが、あの一般に売られてて、八番糸ですか。そうですね、割と太めです。カタンなんとかっていうやつですか。あ、東洋カタンの八番黒糸というやつで、はい、普段日常的にはコート、あのコートのボタン付けなど割と強めなところで、はい、使われています。はい、ミシンじゃなくてこの巻いてある方の糸ですね。あ、そうですね、はいはい、ちなみにこの木の手板というのが日本独特の日本式もしくは有機式手板と言われていまして、世界中にマリオネット板やつりたくさんあると思うんですが、通常は T の字とか木の字とかのものを上から持って持つんですが、はい、日本の場合は下から支えて、しかもこのくり抜いてあるちょっと独特な、本当に世界に一つ日本式の手板と言われています。で、世界の日本の、世界の人形の中で一番、ね、繊細な動きができるという評価をもらっている、人形です。で、おそらく、日本人って人形芝居がものすごく好きだったんですね。江戸時代なんかは今でいう、商業演劇だとか、昔歌舞伎と人形浄瑠璃ぐらいしかなかったので、日本中のエンターテインメントの全てが、人間が演じられる歌舞伎と、もしくはこういう、糸操りだったり手操り系の文楽っていう、この人形芝居が一般のこう一般的な人間のお芝居とこう被験しうるような人気を博してたっていうのは、これ世界中で日本だけなんですね。日本人は特に世界の中で人形劇愛する人たくさん世界中いるはずですが、国としてものすごく人形芝居が好きだったっていう証拠というのが、江戸時代の250年近くっていうのがめちゃくちゃ日本人というのは人形芝居が大好きでした。で、今でこそ伝統芸能というジャンルに、知る人ぞ知るになってしまっていますが、この江戸時代の芸能の中でも人形劇、人ではないものが演じるっていうのが、この日本人が大好きだった江戸時代の人形劇っていうのが今の日本のアニメの流星につながってると言われています。なるほど。なので、もう一回その人形文化、人形芝居文化っていうのを今のアニメ文化とつなげて、あの日本文化を論じるなんていう、そんなことも出てきてますので、あの我々普段は伝統芸能の雪座っていうふうに言われてますけれど、もっと広い意味で日本の文化を捉えて今 の、 あの映画やアニメのこう盛んだっていうのが実は300年前のこういうとこにあるっていうのが、あのアニメ業界の方とか、あと映像のアーティストの方と一緒にもうちょっとこの伝統の人形の
新しい価値というかが知らせていかれたらいいなと思ってます。本当ですよね、はい、私もこの間、はい、あのニコファーレでの講演を拝見させていただいたんですけど、はいはい、一体一体はそんなに大きくないんですけれども、はい、私一番あの後ろの方から見てたんですけど、はい、すごい人形の大きさが脳内でですね、はい、人間のサイズになってるんですよ、はい、なんかもう人間を見ているっていう気持ちで、はい、見ていて、はい、すごく繊細な動きと心遣いと息遣いまで感じて、はい、すごく衝撃を受けました。これお、はい、お作り通訳もしていただいてお作りになってますね、はい、そうですね、専門の方に頭だけ彫ってもらう場合もあれば、はい、デザインをいただいて、でそのデザイナーからこう絵はいただいても、板釣り人形式の動くあの大きさっていう企画があるので、その企画に合わせて人形使い自らが作るということもあります。すごいですね、すごい技術ですね。本当はね外注できればいいんだけれどね、外注するととんでもなくお金がかかるのでしょうがなく人形使いがあの技術を習得したという感じです。なるほど、一体作るのにね50万ぐらいかかるので。なるほど、ただ文楽の方のね大きいにもうちょっと大きい手厚いの人形はねやっぱり1体作るの100万以上かかるって言ってたんで、それよりはちっちゃい分材料費もちっちゃいので、うん、じゃあ他にもお人形を見せてくださるというので、はいはい、移動しましょう、はいはい、素晴らしい、このごくたくさんお人形があります。え、はい、どんな感じですか、はい、じゃあ見せていただきましょう。すっごい数ですね、はい、お邪魔します。すごい、あすごい表情が豊かなお人形がたくさんありますね。なんか知り合いの誰かに似てるなって本当ですねちなみに私ここに入った時にお前はあの人形に似てるって言われました。あの基準がね人形なんですよね普通と逆、お前はあれだ、あのあそこの芝居に出てくるあの中学生の男の子に似てるよって言われたすごい。ちなみにここに昭和20年以降に作った人形が3000体ぐらいここに置いてあります。え、昭和20年以降に3000体の人形を作ってるんですか。はい、こちらご覧になると分かるように実は全身で残しておくってことはなくて、頭って言われる顔のところ、頭と書いて頭と読むんですが、頭だけを保管して胴体手足のパーツっていうのは使い回しをしています。あ、でこれはそうですね、うちの板槍だけではなく他の文楽さんとか手槍の人形も同じ保管の仕方をしています。あの多分使い回せるっていうね、たくさんパーツを持たなくても回せるっていうことでそういう風になったんだと思うんですが、すごい。ここ出てるのはね400ぐらいしかないんですが、あとはこういう箱の中に入れて、え、もう外国の方のお人形もあるんですね、はい、そうですね、さっきもあちらに、はい、明治途中ぐらいからかな、からいわゆる古典のお芝居以外に海外の翻訳物もやるようになって、で例えばシェイクスピアのマクベスだったりテンペストだったりっていうものも、やるようになっているので、ここも特に古典、マクベスって書いてありますね。あ、そうですね、ありますね、はい、テンペストってこっちに書いてある。そう、あのそうですね、こういうあの、頭を保存するときに気をつけなきゃいけないこととかありますか、はいはい、そうですね、湿度の管理ですかね、博物館ほど厳しくはないんですが、一応ここもあの専門の、今入れてないんですが今は安定してる時期なので、あとはねあの密閉させとくとかないと、これも鍵かかってるんですが、実は紙の人形の紙結髪ってあの糊をお米、炊いたお米をすりつぶして即位って言うんですが、伝統的な糊でやってるのでお米だから虫がつくんですよ。虫がつかないように気をつけるですね、かじられちゃったりするので。あ、そうですね、うん、なのであと塗料とかはどうなんですか、はい、塗料はねあの五粉って言われるものを使ってまして、基本的に木で彫る、もしくは粘土ではない、ね、粘土で作ったものを型抜きして、だから紙製ですね、うん、になったところに、5分で塗っていくっていうのが多いですね。5分って顔料ですか、はい、あ、そうですね、はい、
昔ながらの顔料ですね。貝をすりつぶして、確かやるやつだったと思うんですけど、日本画の、はい、あ、そうですそうです、顔料ですね、はいはい、これはね、人形業界はうちのような動く人形だけではなく、置き人形のところも人形の顔の仕上げは基本的には胡粉を使っているはずです。なんかジャニーズにいそうなイケメンの子もいますね。本当だ。目が3個そうですね、そういうちょっとお化けや妖怪が出てくるような演目もありますね。なるほど。人形なので、他の人間のお芝居よりはそういう異形のもの、人形以外、人間以外の異形のものっていうのを取り上げやすいというのがあります。あそこなんかも鬼ですね。あ、本当ですね。本来人間と同じところにいないはずの異形のもの、妖怪とかっていう人たちが割とリアルにこう人間世界に入ってくるように見えるっていうのはありますね。顔がパカって割れるのもあるんです。ああ、そうですね、仕掛け物ってのもありますね。いやー、すごい、すごい、この辺の帽子とかすごい、ね、日本人の大半の日本人の方がそういう、ね、映像のとかアニメの生きてる、すごい西洋人の顔よくできてるね、すごいね。あ、兵士もいる、日本兵の新作、常に古典から進化し続けてるんですね。この辺はなんかそうですよ、なんか仮面みたいな感じ、ヨーロッパ系、ヨーロッパ系のドイツの方っぽい帽子をかぶっていたり、いろんなタイプの人形があるんですね。はい、はい、じゃあここがお人形さんの部屋です。たくさんの顔がありましたね。すごいです、すごいですね、びっくりしました。消していただいていいですか。